名里市駅は埼玉県引群時川町大和座番章にある東日本旅客鉄道八高線の駅である。時川町にある唯一の鉄道駅で関東の駅百選線にも認定されている。火災前の駅舎改札口ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。互いのホームは古線橋で連絡している。駅舎はログハウス風の作りになっている。 発車メロディの設置はなく、接近放送のメロディは上下線ともに、かつての金町駅にワン線と同じであったが、2017年3月下旬に下りのメロディが故障、6月には放送のみとなった。熊谷駅が管理する無人駅で乗車駅証明書発行機、簡易水下改札機が設置されている。2013年10月31日までは駅員が配置される。 直営駅で自動券売機が設置されていた。案内状の番線番号は設定されていない。JR 東日本によると、2000年度から2012年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。当駅は2006年2月の時川町発足まで、旧時川村と旧玉川村の境界付近に位置し、2つの旧村役場のおおよそ中間にある。 ありがとうございます。